ちなみに顔を見ればいびきをかきやすいかどうか分かります。本当ですか？本当ですよ。じゃあクリームシチューの2人ならどっちがいびきをかく顔か、有田さん分かるかな？うわー、でも多分上田さんじゃないですかね。なんで？しわくちゃだもんね。関係ねえよ多分だけど、軌道なんかね、こういうとこに空気、軌道は別に塞がれないよ、ここのシワでガーって言ったらここもガーって揺れるからこれで共鳴してない、ここがな上田さんの方がいびきかきやすいと思います。ほら、顎が小さい方はいびきをかきやすくなりますね。え、そういうことですか？こっち顎が小さいとベロの大きさって人間変わらないので、軌道が狭くなっちゃう、ベロの後ろに下がって。ああ、有田さんの顎って先生感ってどうですか？でかいですね、やっぱね。まあ、あの方は立派な顎されてるから、その顎が小さくていびきになるとは思えないんですけど、いい顎ですね。いい顎、いい顎、嬉しいのかな。なので小顔の女性も顎が小さいといびきをかきやすいのだとか。